ということでこの度ですね、異界インラブという私めとですね、トマスレオンチーニさんの協著がソルフェリーノっていうイタリアの大手出版社から出版されました。パチ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 そしてなんと吉本バナナさんからの推薦文もいただいております。ありがとうございますバナナさん。パチ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 。イタリア語なんですよね。だから分かんないです。今後だからまあ英語をはじめ日本語いろんな ところの、えー、なんでしょうか <laughs> 私の調査 <laughs> 紹介とかあのあでこ,れこれどういうふうに成り立った本かというとですねトマス・レオンチィーニさんっていうのはイタリアのジャーナリストで1985年生まれまだまだ若いんですけどあのこの方がある日突然メールくださいまして「いや僕はあのフランシス教皇とフランシス教皇現今の教皇ですね教皇様ですね」と教長があるジャーナリストなんだけどって本当にその。 フランセス教皇と通っって写って写真持ってるこれあのイタリアでベソツェラーになったらしいんですけどそういうジャーナリストなんだけど君とその往復所簡をしたいとメールを通してですねであのヨーロッパと日本の愛の概念についてあるいはその世界を今取り巻いている状況とかそういうことについて2人で深く語り合いたいということを提案案ていしされてきてであの英語で英語で何回か。 もう1 2 2年ぐらいにあたってかなあの往復召喚をずっとやってたんですねだからあの僕はあの英語でそのやってたんですよでそれを、まあ、トーマスも英語で書いてで、えー、それをイタリア語に今回直したということなんだと思うんですで今あのまあいろんなところでえ、えー、確かですね英語役も決まってトーマスがこれ基本的にトーマスさんが基本的にあの えー、譲じているというか、えー、支配あのまあ進めてるんでトーマスさんがやって英語役も決まってるはずですでこれあの先日送られてきたんですけど15ユーロですね価格15ユーロもしイタリアにお住まいの方っていうかイタリア語お分かりになる方あの、えー、お買い求めくださいであのでまああのず,ずっとまあ議論が深まっていてトーマスがもうここら辺でいいんじゃないのって言って あの本にしようよって言ってまあそれが本になったんですけどその最後の最後になってまあ私今あの国外では「生きがい」というあの英語の本がいろんなところに訳されていてここにあのアメリカで出版されている生きがいの本がありますねこれまあ私この著者としてまあ世界的にはそれなりに知られてるわけなんですがイタリアでものこの生きがいの本が売れてるらしくてですねえーとトーマスが最後の最後になって「いや 生きがいってやっぱりちょっと入れた方がいいんじゃないのって言うんで、えー、最後にちょっと生きがいについての歌詞をあの付け加えたんですよ。まあ全体の趣旨とそれほど外れてるわけでもないしまあ確かにそうだよなと思ってでタイトルが「生きがい in love」というタイトルになりました。えー、なのでそういう経緯で出来上がった本です。あの残念ながらイタリア語が <laughs> 読めないんですが読めないんですけどもと、まあ、元々は英語で、えー、やり取りしてたんで。 内容はも当然知っててるんですけどとても面白い本です面白い本ですので、えー、ぜひ皆さんあのそのうち日本語も出るかもしれませんので、えー、お読みいただけたらいいなともしイタリア語にチャレンジしたいっていう方はおそらくアマゾンイタリアのアマゾンかなあのどこかで買えると思うんでぜひ、えー、手に取りお取りくださいということでちなみにトマス・レオンチーニさんっていうのはあのトマス・レオンチーニさんは、えー、画像検索していただけば分かるんですけどとってもかっこいい人です。 で僕一度トマスと会いたいなと思ってたんですけどこの状況で国外に行くこともできずいまだに会えてはいないんですけどあのとてもメールででややりりりしてる限りにおいていいいいる限おつですでこの前あのイタリアの新聞社から、えー、と主要新聞らしいんですけど、えー、とインタビューの申し出があってそれでズームでやったんですけどそのイタリアの,その記者の方と話しててその時ひょっとしたらトマスも。 入入るかかななと思っったたトーマスは入らなかったんで結局トーマスとはまだ話せない話していないままなんですが以前をそのようにして出来上がったこの「生きがいになる」とても興味深い内容になってますので是非イタリア語が読める方とりあえずお読みください。以上です。